Bonjour à tous, bienvenue sur Scarlet Nexus, épisode 20. C'est la dernière fois où je vous ai laissé. On arrive gentiment vers la colline, on s'arrête, on arrive gentiment au point où on devait arriver. Puis, alors, let's go, quoi, il faut y aller, hein. Ah. Do. Voilà. Allez, balance-moi d'autres. De toute façon, ça a toujours explosé. J'ai vu les autres. Bien. Sous. T'as mal, toi. Ah, je suis pas bête à ce point-là. Hein. Je vais l'avoir comme ça aussi facilement. Hop là! Allez! Ah, j'arrive! Ah, c'est fini. Ouais, j'ai pas de soucis, hein. Ah ouais, on est déjà là en fait. On est déjà arrivé. Allez, c'est là, ouvre-toi. Merde. Encore ? Il y a rien. Donc je sais pas qu'il y en avait autant. Parce que moi j'ai déjà fini l'histoire avec Yuto. Là c'est avec Akane. Alors voilà quoi. Hop là. On va finir ça. Allez, on avance. 3. Là. Et la caméra qui disparaît. カサネ様、我らが宝、ついにご帰還なされた。何なの？私が宝？すごい歓迎のされようね。それにしては気持ちの悪い連中だな。まるで機械のようじゃないか。シデン、人を悪く言うものじゃないわ。そういう教えなんでしょ。しかし、大層な歓迎ぶりだが、カサネ、何か心当たりがあるか？いいえ、何も。渡月橋と関わったことなんてないもの。覚えていないのも仕方がないこと。ですが、あなた様はもともと渡月の人間だったのです。私が渡月の人間？はい、カサネ様は生まれながらに強い超能力をお持ちでした。その超能力にニューヒムカ政府は興味を示し、あなた様をかどわかしたのです。何の魂胆があるのか知らないけれど、でたらめだわ。だって私が小さい頃に両親は怪異に殺されて、だからランドール家に引き取られたのよ。信じていただけないのも無理はありません。しかし私たち渡月の者たちはあなた様のことを忘れる日はありませんでした。いつかご帰還なさる日を信じて今日まで見守り続けてきたのです。Ah, ça va être un moment de... Ça va souvent parler, ça, je faire. Ça, l'histoire... Ça, l'Unixus, non, mais... Ouais, attends, on va avoir nos fameuses questions, là. Mais...
恐れ入りますが、お一人で別室にお越し願います。断るわ。どうせ話を聞いたら私からみんなに教えるもの。なら今ここで話を聞かせてもらっても同じ。え、今日か。服が違う。複製体じゃない。な、こっちにも強化もどきか。どういうことだ。話せ。こいつらは一体。まさかクローンなのか。一体どういうこと。許可、あなた何かを知って。ごめんなさい、カサネ。この感覚、どこかで。おやすみなさい、カサネ。あ、せめて、しゃべ。いい夢を。え、どうにもどうかボティック。おめでとう、カサネ。やっと目覚めたのね。重ね。誰？私を呼ぶのは。重ね、ほら見て、重ねみたいに小さな犬がいるわ。ワンワンって鳴いているの、わかるかしら？どうして私この人を知ってる。殺された。そうだ、覚えてる。思い出した。私の目の前でこいつらはずっと一緒だった。大切だった。私の友達よ。数値の変動はなし。超能力が発動しない。愛玩動物の生首程度ではショックが足りないようだな。もうやめてください。子供の重ねの心を傷つけて、それが本当に未来のためになると思っているんですか。それはそのために生み出されたデザインチルドレンだ。出来損ないのお前とは違う。この誤った宇宙をやり直し、正しい未来を取り戻すにはレッドストリングスが必要なんだ。やり直す必要なんて。この世界はこのままでも。ママだ。温かくて優しくて、いつも私を守ってくれた人なのに、どうして私忘れて。いや、何この気持ち。思い出したくない。何なのこれは。出すのか。うん、教育の失敗はこうまで後を引くか。何か役割を与えるため世話係にしてみたが、いや、そうだな、もう十分だろう。おい、次はこれを使うぞ。そうだ。Je vais le défendre comme c'est tous. Allez. Écoutez. そうですか。やはりあなたたちは。こいつらは。光栄に思えてき損ない。お前は新たな歴史の礎となる。ママを。重ね、ごめんなさい。あなたはどうか幸せな未来を。そうだ、私はあの日、私は育ててくれたあの人を、ママを失った。私は作られた超能力者。この力、レッドストリングスは。頭が。ここはどこなの。さっきのは夢。やべ、ならメゾン。あれは夢じゃない。忘れていた過去の記憶なんだわ。ここはどこ。薬を打たれてわざわざこんな部屋に運ばれているということは、やっぱり取
じ込められてるわね。どこか壊せそうなところがあればいいんだけど。誰？カサネ様、新しいお召し物をお持ちします。え？何？どういうこと？おっと、そう身構えるなよカサネ。俺だよ、カゲロウだ。囚われのお姫様を救いに来た王子様にいきなり攻撃食らわせるとかは勘弁してくれよ。そういえば、渡月に入る前に随分不自然な形で私たちから離れたわね。あなた何を知っているの？もしかして強化と同じように私たちを裏切るんじゃ？裏切るなら助けに来ないだろう。チッとは冷静に頭使いな。だから渡月に来たら後悔するって言っただろうが。とにかく説明は後だ。渡月はやばい。俺がいた時よりもずっとな。それに一体何を掴んだのか。どうやらユイトもここに来てるらしい。ユイトが？だったらまずいわ。渡月橋の狙いは私のレッドストリングスみたいなの。だとしたらおそらく同じ超能力を持つユイトも狙われる。レッドストリングスか。となるとあっちも助けるしかねえんだな。計算が狂うぜ。まったく。警戒厳重な中こっそり抜け出して嵐たちと合流。ユイトにも危険を知らせなきゃならないとは。とりあえず俺の力で姿を消すぞ。逃げたことはすぐにバレる。時間はない、急ぐぞ。ああ、c'est bien ça. Mon pouvoir est quand même intéressant. Ça reste toujours intéressant. Point de vue, bien sûr, de notre mode invisible que personne voit. Babe を使えば、ユイトたちの居場所も、嵐たちの居場所も分かるんじゃねえかな。Babe? 渡月の情報を統括している都市コンピューターだ。On va toujours pas. Ah, on est en mer. Tranquille. Ah, je peux pas courir, moi, par contre. Kasane, ah, je peux commencer à courir. Ah, c'est quoi, il ne me ressemblait pas, ok. Nous, on continue tout droit. Ok, là, on est déjà devant la salle des ordinateurs. Kasane, j'ai trouvé ça. C'est Yuito. C'est là, c'est le bureau de computer de Babe. Nous allons aussi rentrer dans cette pièce. Ah, tchao. Lock, ça a été. Ah, bah oui, quand même. Audition commence pas là. La voix n'est pas entendue.呼びかけても無駄よね。出てくるのを待つしかないかしら。そりゃまたのんきなことで。自分が何されたか考えてみな。呼びかけても答えられない可能性が高いだろうが。それってどういう意味？ベイブはここの最重要機密施設だぜ。そんなところに外から来たやつを簡単に入れるわけないでしょうよ。例えばベイブ自体がおとりだとしたらって。そうか。何か思い当たることがあるなら教えなさい。都市コンピューターの性能ならアクセスしてきた人間の脳を簡単にジャックできるんじゃねえかってこと。ユイトの超能力が目的なら脳をジャックするのが手っ取り早い。だったら無理やりにでもこの扉をこじ開けないと。おいおいおい、無茶言うな。俺たちも見つかるぞ。そいつは最悪の手段だ。そうだ、もしかしてこの距離ならブレイントークの強制接続ができ。ユイト、聞こえる？ユイト。おかち、させる思考。ユイト、思考が漏れてるの。ベイブに接続しよう。これ、まさか本当にカゲロウの言った通り、脳をジャックされかけてるの。やめなさい。それは危険よ。早く接続を切って。聞こえてるの？ユイ。重ね。ね、脳をジャックされかけてたみたいだ。引き剥がしてくれて助かったよ。これは私と繋いだまま仲間と話してる。どうやら。ユイト、近くにいたから勝手に割り込ませてもらったわ。
重ね、重ねも溶けずに来てたのか。いや、それより、さっきは助けてくれてありがとう。お礼を言う暇があったら手を貸してもらえない。嵐たちが溶けずに捕まっている。嵐たちがどこかの部屋に閉じ込められているのよ。あなた、ベイブの端末室にいるんでしょ。そこから溶けず全体の扉のロックを解除できないか試してほしい。わかった、やってみる。でもロックを解除したら、ん？アラーム。何？まあそりゃ権限ない人間がロックを外した。重ねが。嵐、よかった。つながるようになった。どうやらそっちも無事の。主殿も無事ね。とにかく一度合流しましょう。くそ、迷子の子供扱いするな。迷子の子供はこちらで押さえておく。Kein Problem. Bonjour. Par contre, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir vu cet épisode. Et on se voit très prochainement sur un autre. Bien sûr, peut-être dans un autre, voilà, peut-être dans un live ou dans une vidéo sur YouTube. Allez, à bientôt. Ciao.